招きの言葉、今朝は箴言の3章5節6節から拝読いたします。心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼らず、常に主を覚えてあなたの道を歩け。そうすれば主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。以上でございます。それではご支障のない方はお立ちいただきまして、賛美としましょう。新聖歌の19番です。主の祈りは主法の裏にも記載ございます。主の祈り、天にいたします。我らの父よ、御名は我が名を存命させたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天にあることと地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、民と力と支えは
限りなく何時のものなればなる。アーメン。どうぞおかけください。賛美いたしましょう。新聖歌140番です。952ページをお開きください。購読文を購読いたしましょう。購読文28番、詩編第91編より。皆様と交互に読んでまいります。糸高き神のもとに身を寄せて隠れ、主に申し上げよ、私の酒どころ砦。神はあなたを救い出してくださる。神は羽を持ってあなたを覆い、その下に変わってください。神の誠は大台へ下げ、夜脅かす者をも
昼飛んでくる矢をも恐れることはない。卵の中を行く霧よも、真昼に襲う病魔も、あなたの代わりに一千の人、あなたの右に一万の人が倒れるときしか、あなたを襲うことはない。あなたの目が背を眺めるのに、神に逆らう者の蹴れる霧を見れるのに、あなたは死を酒どころ酒どころとし、あなたには災難を降りかかることがなく、天幕には疫病も触れることがない。主はあなたのために見つかりに見えて、あなたの道のどこにおいても守らせてくださる。彼らはあなたをその目に乗せて運び、足は地に当たらないように守る。あなたは獅子と毒蛇を踏みにじり、獅子の子と大蛇を踏んでいく。彼らは私を慕う者だから、彼らを戦いから逃れさせよう。私の名を知る者だから、彼を高く上げよう。彼らは私を呼び求めるとき彼に応え、苦難の襲うとき彼と共にいて助け、彼に名誉を与えよう。生涯彼を満ち足らせ、私の救いを彼に見せよう。アーメン。今朝の礼拝の祈りを司会者の方でさせていただきます。在天の父なる神様、今日は平和の手術礼拝を捧げております。現状世界を見渡しますと、至る所でテロが頻発しております。また生きるために働くために難民として生き方を選ばざるを得ない多くの人々がおられることを覚えております。また昨日は広島への原爆投下から71年目の記念日でございました。長い年月が経っているうちに被爆の記憶が薄れ気味でございます。世界で唯一の被爆国として二度と悲劇を繰り返さないように、世界平和のために祈り続けていくものとしてください。毎日暑い日が続いておりますが、子どもたちは夏休みのシーズンであります。どうかこの夏休みの間にいろんなことを発見し、あるいは神のことを知らない友達がいるのであれば、その友達のために御言葉を伝えることができますように、どうか我々を強めてください。今朝も御言葉を待ち望んでおりました。井上牧師から御言葉を取り継いでいただきます。それら御言葉をしっかりと受け止め、今週も大丈夫の神様を信じ抜いていく一週間となさしめてください。礼拝を始めるにあたり、これらの祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお祈りいたします。では使徒信条により信仰告白をいたしましょう。前面のスクリーンをご覧ください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神の真実、我はその一人を我らの主イエス・キリストを真実、主は聖霊により出会い、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちで蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かしこる生きたり、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖霊との交わり、罪の許し、体のよみがえり、
教えの命を信ず。アーメン。賛美をいたしましょう。新聖歌の143番です。聖書を拝読いたします。旧約聖書の70ページをお開きください。創世記40章の20節から41章の14節まで拝読いたします。創世記40章の20節からです。3日目はファラオの誕生日であったので、ファラオは家来たちを皆招いて祝宴を催した。そして家来たちの居並ぶところで、レイの給仕役の長の頭と料理役の長の頭を挙げて調べた。ファラオは給仕役の長を給仕の職に復帰させたので、彼はファラオに杯を捧げる役目をするようになったが、料理役の長はヨセフが解き明かした通り木にかけられた。ところが給仕役の長はヨセフのことを思い出さず忘れてしまった。
2年の後ファラオは夢を見た。ナイル川のほとりに立っていると、突然艶やかなよく肥えた7頭の雌牛が川から上がってきて、足辺で草を食べ始めた。するとその後から今度は醜い痩せ細った7頭の雌牛が川から上がってきて、岸辺にいる雌牛のそばに立った。そして醜い痩せ細った雌牛が艶やかなよく肥えた7頭の雌牛を食い尽くした。ファラオはそこで目が覚めた。ファラオがまた眠ると再び夢を見た。今度は太ってよく実った7つの穂が1本の茎から出てきた。するとその後から実が入ってない、東風で干からびた7つの穂が生えてきて、実の入っていない穂が太って実の入った7つの穂を飲み込んでしまった。ファラオはそこで目が覚めた。それは夢であった。朝になってファラオはすごくひどく心が騒ぎ、エジプト中の魔術師と賢者をすべて呼び集めさせ、自分の見た夢を彼らに話した。しかしファラオに解き明かすことができる者はいなかった。その時霊の給仕役の長がファラオに申し出た。私は今日になって自分の過ちを思い出しました。かつてファラオがしもべえどもについて憤られて、四重町の家にある牢獄に私と料理役の長を入れられた時、同じ夜に私たちはそれぞれ夢を見たのですが、そのどちらにも意味が隠されていました。そこには四重町に仕えていたヘブライ人の若者がおりまして、彼に話をしたところ、私たちの夢を解き明かし、それぞれその夢に応じて解き明かしたのです。そしてまさしく解き明かした通りになって、私は元の職務に復帰することを許され、彼は気にかけられました。そこでファラオはヨセフを呼びにやった。ヨセフは直ちに牢屋から連れ出され、散髪をし着物を着替えてからファラオの前に出た。以上でございます。今朝はよし神の潮時だと題しまして、神牧師から御言葉を取り継いでいただきます。皆さんおはようございます。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめて心から主を賛美いたします。愛する兄弟姉妹と心を注ぎ出し、心を一つにし、心から私たちの救い主なるイエス様、あなたを賛美し礼拝できますことをありがとうございます。7月の式もまたこの1週間もあなたが私たちと共におられて、それぞれの持ち場立場における歩みをお守りくださり、支えてくださったことを心から感謝いたします。4月の月あるいはこの1週間、辛い苦しい悲しい痛い経験をなさった方々のうちには、より深いイエス様の眼差しと、より豊かな支えと、あなたの守りがそこにあったことを信じて心から感謝いたします。目には見えませんけれども、あなたは確かに生きておられるお方です。生きてこの礼拝の中心におられ、この礼拝を司り、ご自身の権威を持ってこの礼拝を始めから終わりまで豊かに導いていてくださることを感謝いたします。どうぞ一人一人に御手をつけて、あなたの愛と恵みで豊かに満たし祝福してください。弱っている者に本当に信仰を与え、病んでいる者には癒しの技をなさしめ、落ち込んでいる者には主の慰めと励ましが御言葉と聖霊によって豊かに与えられますように。語る者本当に弱き者、小さき者ですから、イエス様あなたの恵みの十字架の陰にこの者を隠してください。そして聖霊なる神様が生ける神の御言葉聖書を通して一人一人にあなたのお言葉を語りくださるように、聞くお一人お一人も信仰が与えられ、霊の目が開かれて、その御言葉に立って力強くこの週も歩ませてくださいますように、一切を御手に委ね、あなたにのみ期待し、この祈り尊き主イエスキリスト様の御名によってお祈りいたします。アメン。8月の第1日曜日、第2礼拝として、礼拝を捧げています。毎日34度35度と猛暑日が続いています。皆さんもこの礼拝に来る途中は
暑かったんじゃないでしょうかね。ないでしょうかね。だって暑い、暑かった。ご苦労様です。本当に、健康が支えられて、私たちこの8月の月も皆さんと一緒に礼拝をですね、捧げたいと思います。今日は第一礼拝に、オービリン中学校の4人の男の子とアレセイヤ高校かも、高校のね、高校生の女の子が2人、夏休みになるとキリスト教主義の学校ですからサインを求めに来る。今日はたくさんのサインを求めたので、いっぱい書いて練習しとこうかなと思ったんですけれども、そういう子どもたちが、もう1回しか来ないかもしれませんけれども、神様のね、イエスキリストの福音を通して本当に救いの恵みを扱ってほしいなって、そのように思いながら今日もメッセージをさせていただきました。8月の6日は広島、9日は長崎に原爆が投下され、15日に終戦敗戦となり、71年の月日が経っております。私たちはこの8月の月を毎年迎えるたびに、私たちは平和への思いがいつもより強くなります。私たちは人として、そしてクリスチャンとして平和を願い、平和を追い求めていきたいと思います。ナザレン新報には北村先生がですね、この平和を願い、平和を追い求めるっていう御言葉がですね、記されてあったように思います。今日は、今読んでいただきました創世記40章の20節から41章の14節を通して、よし、神の潮時だっていう題でお話をしたいと思います。今日はあの有名なヨセフ物語です。私の大好きなあのヨセフであります。ヨセフはこのヤコブという人の11番目の子供でした。ヤコブには4名の奥さんがいましたので、兄弟それぞれ母親が違うという状況、複雑な家庭の中で、この父ヤコブはこの自分の一番愛した奥さん、ラケルの子供であったヨセフ、それをなお愛した、大切にした、特別扱いした。どうなるかというと、他の兄弟たちはヨセフをやっぱり恨むわけです、憎むわけです。なんとかしてやろうと思う、それがエジプトにヨセフを売るという、そういうことになっていくわけです。ヨセフはエジプトの王ファラオの宮廷の役人、侍従長のポティファルという人のところで奴隷として使えますけれども、彼の仕事ぶりや彼の姿勢、彼の生き方というものはもう主人にとってこう素晴らしい、もう信頼できる、もうだからもう全部財産も任せよう。でヨセフはですね、一切を任せられるわけです。そして主が共におられたと聖書は記していますけれども、まあ、奥さんの誘惑によって無実の罪で濡れ衣を着せられて、彼は牢屋の中に入れられてしまう。でも彼は牢屋の中に入っても変わらずに、そこで自分のできることをする、仕えていく、忠実にやっていく、そこにいる人に仕えていく、まあ、それを見たこの監視長がですね、またこの牢屋の中でも全部このヨセフに任せていくということが起こってくるんですね。まあ、ヨセフという人は環境が変わろうが状況が悪かろうが、その置かれたところで、置かれた場所で自分の使えることのできる人々に忠実に自分のできることをしたんです。それだけなんです。主が共におられて、監視長の目に彼を止められた、神がそうなさったんですね。私たちは今置かれた環境が最悪でも状況が悪くても、私たちもその置かれた場所で、そこにいる人々、一番身近にいる人々に、まあ、忠実に使いたいと思うんですね。自分でその環境を変えようとするのではなくて、神様に使えるようにそのところで、その人々に使えていくときに、神様は共におられて私たちを祝福し、神様ご自身がその道を開いてくださる。私たちが開くんじゃなくて、神様が開いてくださる。神様は必ず私たちの進むべきところに導いてくださる方です。まあ、あるとこの2人の人がこのヨセフの入れられた牢屋に来ますね。給仕役の長と料理役の長、罪を犯して牢屋に入れられるわけです。そして2人とも同じ時に夢を見る。皆さん、夢を見ることありますか？崖から突き落とされるとか、ね、何かに追いかけられるとかですね、溺れるとかですね、
ちょっと精神的にそんなことないんですけど、疲れているとそういう病あの夢を見るかもしれませんね。この二人もこう夢を見たけれども、その意味がわからない、不吉だなって感じはするんだけど意味がわからない、それで悩んでいた。だからヨセフはどうしたんですか、いや夢を見たんだけど解き明かしてくれる人がいないって、神様がするんですよってですね、二人の夢を解いてあげるわけですね。料理役の蝶は3日目に木にかけられますよ、でも給仕役の蝶は3日目にあなたの復職しますから、どうか私のことを覚えてくださいっていうわけです。今日読みませんでしたけれども、この70ページの創世記の40章のですね14節、70ページの上の段の真ん中辺ですけど、14節15節をちょっと読んでみますね。ついてはあなたがそのように幸せになられた時にはどうか私のことを思い出してください。私のためにファラオに私の身の上を話し、この家から出られるように取り計らってください。私はヘブライ人の国から無理やり連れてこられたのです。またここでも牢屋に入れられるようなことは何もしていないのです。あなたは3日経ったら元の職に復帰できるから、もうそういういいことが起こるから、どうか私のことをファラオに訴えてくださいって、なんとか取り払ってください、何も悪いことしてないんです、お願いしますって、言うわけです。なんとか、ね、この牢屋から出たいと願ったわけです。40章の一番最後の23節、ところがです、給仕役の長はヨセフのことを思い出さず忘れてしまった。ヨセフには夢を解く力が与えられていました。しかしその夢を解く力も神様から与えられたものでした。給仕役の長はもう3日目になって本当に自分の職に復帰できたので、もう喜びのあまり嬉しさのあまりヨセフのことやヨセフのそういう心からの願いについて忘れてしまった。ヨセフはヨセフで給仕役の長でお願いしたんだから、ファラオにお願いしてくれたかなって思うわけです。1日目何もない、2日目3日目1週間、1ヶ月、まあ、そのうちああ忘れられたんだなということに気がつくわけです。給仕役の長はヨセフを完全に忘れたんです。全く忘れたんです。しかし神様はヨセフのことを忘れてなかった。もう期待を裏切られて落ち込んでいるヨセフと共におられたのは神様だったんです。私たちの人生にもまた信仰生活にもうまくいかないことがあります。自分の思い通りにいかないことや、また自分自身を忘れられたり、また何かを忘れられたりすることがありますね。忘れられた、しかしそれは神様に忘れられたということではありません。人に忘れられるとか何かを忘れられるということは神様にも忘れられたということを意味しません。神様は絶対に私たちを忘れないんです。忘れることはできないんです。落ち込んでがっかりしている私たちと共におられるんですね。そして忘れられたことを忘れられたままにすることはないんです。それはこのヨセフの物語を通して知ることができます。41章の一節を見ると、2年の後ファラオは夢を見た。2年の後なんです。2年間、これなんです、ここなんです。今日ファラオが夢を見るまで2年かかった。 2年間夢を見なかったらそういうわけじゃないです。この今日のこの大事なというか不吉な夢を見るまで2年かかったんです。崖から落ちる夢を見たかもしれませんよ、ワニに食べられるのか夢を見たかもしれませんけど、今日のこの夢のために2年間かかったんです。2年間、2年間が必要だったんです。ヨセフの期待は1日目2日目3日目ぐらいに1週間だったら1ヶ月だったらというかあったかもしれませんけど、2年間の月日が必要だったんです。神の時です、ベストの時、それは2年後だったんです。この2年間でヨセフも訓練されたかもしれません。
もうがっかりしてね、やる気なくしたかもしれませんよ。もうこれで出られるって思ったかもしれないの、忘れられたって感じた時はどんなにがっかりしたでしょう。そのような弱さの中で、惨めさの中で、なおこの神様を信じていくということ、いや人じゃなくて神様だけに頼っていくんだということを彼はこの2年間で学んだと思います。旧約聖書の詩編105編の19節にはヨセフのことがちょっと書いてあるんですけどね、主の仰せが彼を火で練り清め、御言葉が実現する時まで。これ新教科学の訳はちょっともう一つだと思います。新科学の方が分かりやすいと思うんです。リビングバイブルでこの18節19節ではこう書いてあります。ところが彼は牢獄につながれ、足かせや鉄の首輪をかけられたので、しかしこれこそヨセフの忍耐を試す絶好の機会となりましたと書いてある。無実の罪で牢屋に入れられたことも、囚人役の長に忘れられたことも、ヨセフの忍耐を試す絶好の機会となりました。リビングバイブルはそう訳しています。神の時が来るまで、この2年間はヨセフを信仰者、ヨセフをたらしめたということです。私たちもうまくいかないでがっかりしたり、失敗したり、忘れられたりすることが現実にありますけれども、困難や苦しみや忍耐や弱さを経験するということは、私たちを信仰者として整える、あなたを信仰者たらしめるものだと聖書は語っていると思います。弱さの中でこそキリストの力が働くんだということを体験する、経験する、信仰を持つ。ヨセフにとってこの2年間というのは、ああ無駄な2年間だったじゃないんです。この2年間、ああ失敗の2年間だったな、忘れられた2年間だったじゃないんです。経験すべきものがこの2年間にあったんです。2年前、もし囚人役の長を覚えてファラオに言ってくださいって、ヨセフのことを覚えてファラオに紹介して、ヨセフがこの牢屋から出たとしても、それで終わりです。2年前は、ああ出れてよかったで終わりなんです。神様のご計画っていうのは、彼が小さい時に夢を見ましたね。 お兄さんたちの束が私の束の前に来て垂れましたって、身を低くしました、お父さんお母さんお兄さんみんな私の前にひれ伏しましたって、もうエジプトの通り台になるということですよね。あの時旧約の長に、あヨセフという人がいてね、何も悪いことしてない言ってますよ、あそうか、じゃあ出してあげたらって終わりです。それでですから、あの時に覚えられてたらダメなんです。あの時出ちゃダメなんです。あの時忘れられたの、忘れられたで忘れさせたんです。神様が忘れるということも神の御業だということです。覚えられるよりも忘れられてよかったっていうことなんです。聖書には何事にも時があり、天の下の出来事には全て定められた時があるって、コヘレトの3章の1節にあります。また同じようにこの3章の11節ね、神のなさることは全て時にかなって美しい。これ新共同訳の訳じゃなくて新改訳の訳です。新共同訳はもう一つです。申し訳ないですけど、コヘレトの3の11見てもらったら分かると思います。なんかえってみたいな、ちょっと神のなさることは全て時にかなって美しい、美しいですね。新改訳聖書、神様はヨセフを忘れることなく覚えていた。いや旧約の長にあそこで覚えてもらったら困る、忘れさせて2年間導いてこられた。これはヨセフだけじゃなくて、神様はあなたのことを覚え、あなたのことを忘れることなく導いておられるということで、忘れられたかのように思ったとしても、それは神の御業だということです。2年後ファラオは夢を見たんです。不吉な夢を見たんです。もう肥え太った7頭の雌牛が、痩せ細った雌牛に食べられてしまうっていう、痩せ細ったこの方がもう太った方を飲み込んでしまうっていう、もう何かわからないという、そういう不吉な夢を見た。
その意味が知りたい、早く知りたい。もうだから全国のエジプト全国の賢者と魔術師を読んで夢を話したら、なんとか教えてくれ、なんとか誰か、誰もいなかった。皆さんと一緒に41節章の9節を見ましょう。共にお読みしましょうか。9節、はい。その時霊の給仕役の長がファラオに申し出た。私は今日になって自分の過ちを思い出しました。ここなんです。その時なんです。この時なんです。この時に思い出してほしかった。思い出したんです。あの時思い出しちゃいかんの、2年前に。忘れにはいかんのです。覚えてもらったら困るんです。忘れてろって神様忘れさせた。ファラオの胸がひどく胸騒ぎして、もう恐れて、なんとかこの夢を解いてほしいと願った、その時なんです。この時なんです。忘れてたですよ。思い出したんです。それはファラオがそういう夢を見たからです。ああ自分もかつて2年前夢を見たな。給仕役の長と両陸で同じように夢を見たけど分からなかった。でもあそこにいたよな、一人って夢を解いた青年がいた。この夢も解けるはずだって、ここでこの時の、その時なんです。その時ってこれ神の時ですよね。重要な時です。真打ち登場の時なんです。もう紅白では通りですよ。こんなバーって、これ分かりませんけどですね、鳥です。もうここですよ。最後一番ふさわしい人の登場です。ここで思い出してほしかった。思い出したんです。給仕役の長ははっきりと2年前昨日のように、昨日に起こったことのように思い出したんです。夢見た、解く人がいた。誰も解き明かすことができなかった時、もうファラオが困った時、一番必要とした時に、ああ今日になって自分の過ちを思い出しました。神様ってすごいですよね。やっぱり全てをご支配しておられ、全ての時を定めておられるお方です。ヨセフが表舞台に登場するまで神様が待たされた、とどめられた、忘れさせた。全ては神様です。ヨセフはもうひげを剃られて、散髪されて、高価な着物を着せられて、そしてファラオの前に出た。14節の最後、ファラオの前に出た。もうここでなの、もうこれでいいんです。もうあとはどうでもよくないんですけど、もういいね、ここなの、これなの、もう前に出たらもういいんです。それで夢を解くことのできる知恵を与えられているのはヨセフですから、もうファラオの前に出ることです。ここなんです。ファラオは言います。お前は夢を解くことができるそうだなって、そんな力があるんだってね。ヨセフは言うんです。私ではありません、神がファラオの幸いについて告げられる。もう本当に整えられてますよね、この2年間でしょうかね。自分の力を過信してきた余生があったかもしれませんけど、人に忘れられ捨てられ、2年間の間ただもう神様のみを信頼して彼は生きてきたでしょう。そういう力があるんだって、ありますよじゃなくて、神が、神様なんですって、私じゃないんですって、神様なんですって。証っていうのは私がこうしたということじゃないんです。神がこうさせてくださったということが証なんです。私はあれしもこうしてこんなことできました、あんなことできました、証じゃないです。神様が私を通して導いてくださったんです。ヨセフはそのように証をしたんですね。ファラオの見た夢は2つ同じ意味がありました。7年の大飢饉が起こります。でもその7年の豊作があります。でもその後豊作が忘れられるような大飢饉がやってきますから、もうちゃんとした人を上に立てて準備をなさる方がいいですよ。こんなことを答えることのできる神の霊が宿っている人他におるまいって、お前のように賢い素晴らしい人はいないだろう。
お前は今日からエジプト全国の最高責任者だ。 CEO。 もう一夜にしてとか一日にして囚人から総理大臣。神様ってそういうことをするということです。だんだんに上がっていく出世もありますよ。皆さんそうだったかもしれませんけどねだんだんとヨセフはじゃあ囚人から一挙に総理大臣神様は今日というかこの時のために兄たちを憎ませて憎まれてエジプトに売らせられた。ポテファルの奥さんに濡れ衣を着せられて牢屋に入れられた。給仕役の長に忘れられて2年間待たされた。全てはこの時のためなんです。ヨセフにとっては兄たちに裏切られると思ったでしょう。裏切られたんです。売られたんです。無実の罪なのに何にもしてないのに悪いことをしたって牢屋に入れられたんです。辛い経験したんです。給仕役の長に忘れられてしまうという経験もしました。なんであの時に助けてくださらなかったんですか。なんであの時守ってくださらなかったんですか。あの時祝福してくださらなかったんですかって祈ったかもしれませんね。聖書は言うんです。何事にも時があり、天の下の出来事には全て定められた時がある。神のなさることは全て時にかなって美しい。ヨセフはファラオの前に立った。実に立った。そしてエジプトの最高責任者となったんです。事実この苦しい2年間、忘れられた2年間の意味を知ったと思いますよ。ああこのためかって、全てはこの時のためだったんだ。だからもうこの後ヨセフがお兄ちゃんたちが来た時に自分の身を明かしますよね。その時にヨセフはこう言いますよ。しかし今は私をここへ打ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。売られたと思ってたけど売られたんじゃないんだって、忘れられた、そうじゃないんだって。神が使わした、私をここへ使わしたのはあなたたちではなく神ですって言ってます。全てマイナスに見えたことも苦しいことも辛いこともああそう経験したけどあれ神様だ、分かった。神のなさることは全て時にかなって美しい。新改訳聖書の伝道の書3章11節、コヘレト3の11の言葉ですけれども、この箇所リビングバイブル、皆さんいいですか、リビングバイブルで公約してるんですよ。あらゆることには潮時というものがあります。今日の説教題こっから取ったんじゃないんです。準備してて、ああこういうことがあるって発見したんです。ああよかった。聖書のリビングバイブル大好き私あらゆることには潮時というものがあります。潮時っていうのは適当な時とか好機、まあ、チャンスという意味があるそうですけれども、本来の意味は物事を行うのに最良のタイミングという意味があるそうです。この潮時っていうのはこの漁に出る時ね、まあ、魚を取りに行く時にその潮の状況を見極めるわけですね。その状況をそして最も良いタイミングで船を出すことから使われた言葉、これが潮時なんです。もう生活かかってますでしょ、漁師さん。その漁師さんがもう本当に潮時こう見てですね、今行ったらって行こう行って、そのタイミング、最良のタイミング、まあ、空振りじゃなくて大量になる、そういうタイミングを見極めて今行くんだっていう、そこから潮時っていう言葉ができたそうです。まさにもう今日のメッセージですよね。最良の時、もうタイミング、ここだっていう、もう神様、
2年間忘れられるという苦しみがあった、辛いことがあった。でももうベスト、最良のタイミング、もう神様はそのことを、もう聖書を見ればもうそういうことがいっぱいありますよね。神様は最も良い時にヨセフをファラオの前に召し出したんです。神様は2000年前、神の時、イエス様はこの地上に神であるお方を人として送られた神の時です。そして私たちの罪の身代わりに、全人類の罪の身代わりに、あの十字架につけて尊い血を流し、命をもって私たちをあがらせてくださった。イエス様の十字架と復活によって私たちの全ての罪が許された、神の恵みです。神様は私たちの罪をイエス・キリストの十字架によって忘れたんです。忘れた、忘れたということは許したということです。イエス様の流された血潮と捧げた命によって私たちの罪が神の前に忘れられた、いやもうなかった、霧がさーっと引くようにって聖書は書いてますよね。海の深いところに行くように神様の前に罪が許された、忘れられた。そんな恵みが私たちには与えられているんです。私たちは信仰生活の中で忘れられてしまって嫌な経験をすることがあります。私だけ忘れられたって、他の人は違うのに、私だけ無視されたとか、私だけ外されたとか、私だけなんかっていうことがありますよね。他の人と比べてみたら、他の人ばっかり祝福されて、なんで私だけ貧乏くじ引くのって、あるんです。でもそれはそうじゃないっていうことなんです。忘れられたんじゃないんです、忘れさせた意味があるんです、神様には。そしてベストタイミング、神の潮時があるということです。必ずあるということです。命を持ってあがめてくださったイエス様がその時でも共におられるんです。嫌な時も辛い時も悲しい時も、ああもう嫌だって胸裂ける、そういう思いを経験した時も、イエス・キリストはあなたと共にいるんです。だから大丈夫だっておっしゃるんです。私に任せろって。人が忘れたって私は忘れないから、忘れられないんです。イエス様はご自分の命を持って私をあがらったから、忘れられない、忘れてはいけないんです。たとえどんな問題の中に今置かれていたとしても大丈夫なんです。イエス・キリストはあなたと共におられます。この1週間もこのイエス様と共に、忘れる、絶対忘れないイエス様があなたと共におられ、どんな困難の中にあっても必ず神の潮時、神の時、あなたを祝福し助けてくださる、その方と共にこの1週間も歩んでまいりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、ヨセフはお兄ちゃんたちに売られ、無実の罪で投獄され、忘れられるという本当に辛い経験をしました。もう惨めで胸張り裂けそうな、もう本当に神様あなたおられるんですかって、助けてくださらないんですかって本当に祈ったことでしょう。私たちも信仰生活の中で、どうして助けてくださらないんですか、いつまでなんですか、そう祈ることが多々あります。でもそれは神様が私たちを忘れたのではなくて覚えているということです。その忘れるということの中に深い神の摂理があるということです。私たちはマイナスや辛いことを経験しますが、それは必ず肥やしとなり、私たちを成長させる素晴らしいものに変えられることを聖書は語っています。どうかどんな時にも、時に辛い時に悲しい時、イエス様はそばにおられないのではなくて、最も近いところに主はおられて私たちを支えてくださる、その信仰の目を持って、この週も私たちどうぞ神様歩ましてください。御言葉によって強めてくださって、祈りを通し神様との深い交わりを経験させてください。今も弱さの中、本当に痛みの中、癒しをしようとしている兄弟姉妹たちがおります。どうぞ神様、速やかなる主の全能なる力と復活の力、愛の力を集結して、主の癒しと守りがそこにありますように。
もう本当に神の助けが必要としている人たちがおりますから、どうぞ神様、あなたが助けてくださるように守り導き祝福してください。午後から持たれる役員会と第三礼拝、今週持たれる祈祷会の上に、また木曜日からは関東のティーンズキャンプが持たれますけれども、キャンプを通してたくさんの恵みを体験することができるように、あなたはどうぞ祝福してください。明日からのそれぞれのお働き、またお盆休みになって、家族との交わりや旅行に出かけられたりする方がおられると思います。海や山でのあらゆる事故や災いから守られて、本当にいい素晴らしい休暇を得て、また帰ってくることができますように。来週は岩渕兄弟が御言葉を語ってくださいます。素晴らしい御言葉が備えられています。このために祈って支えてくださって、この来週の日曜日、皆さんが本当に忠実に礼拝を守ることができるように、この小さきものは広島ナザレ教会の御言葉を礼拝で語りますが、どうぞ神様、この広島教会の方々に主の慰めと励ましを語ることができるように、どうぞ助けてください。こうして暑い中、時間と財を捧げて礼拝を守るために集われたお一人お一人上に、あなたの祝福がありますように。岩瀬さん、お仕事のためにおいでになられた方々、そのところを礼拝の場所として主を見上げることができたことを信じます。御心ならば、この第三礼拝にも主が導いてくださるように、今日のこの時心から感謝し、尊き主イエスキリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美をいたしましょう。新生歌301番、301番。献金をいたしましょう。献金の奉仕を大里姉妹、川島姉妹、鈴木みどり姉妹お願いいたします。
佐藤姉妹にお願いいたします。愛する天のお父様、今日もこのような暑い中、愛する兄弟姉妹とともに礼拝を持てましたことありがとうございます。江上先生を通し御言葉を聞くことができました。神のなさることは全て時にかなって美しい。あらゆる時にはしおりきがある。私たちも忍耐をもって神様の御業を待てるように強めてください。これから始まります1週間もあなたの御言葉とともに歩めますように私たちをお守りください。今お捧げしました献金をあなたの御用のために清めてお使いください。この祈りをイエス・キリストの御名を通してお捧げいたします。アーメン。それでは照英の63番、続いて江上牧師から祝祷をいただきます。我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい御交わりが我ら一同と共に今も後も限りなくあらんこと。アメン。お座りください。